在日イラン人は日本に一定期間在住するイラン国籍の人のことであるムスリムが多数派を占める国出身のコミュニティとしては日本第5位の人口を持つ2015年12月末現在の日本政府による法務省の統計では日本における合法滞在者が3996人としている最盛期の1992年には 不法滞在者数が4万1人を数えていたので、急減している。在日イラン大使館日本における、イラン人数が急増するのは1988年の、イランイラク戦争急戦後のことである。日本とイランは1974年に、ビザ相互免除協定を締結しており、日本への出入国に際して、ビザがいらなかった。日本の良好な経済状態についての話が広まり、 ビザ相互免除協定を利用して日本へ渡航し、職を見つけ居住するイラン人が増加していった。バブル崩壊後の1990年以降でさえイランと比較して高かった日本の賃金水準、そして比較的取締りの緩い出入国、管理政策がイラン人を引き付けたのである。この時期、イラン航空の東京便は週1便であり、 最盛期には日本への渡航を希望する者はかなり前からの予約が必要なほどであった。しかし1992年、経済状況の悪化や不法滞在者増加等を一員として、日本はイランとのビザ相互免除協定を集結、不法残留者の国外退去に向けて本格的に対処に乗り出した。ごく少数のイラン人が密入国圧線業者を利用して、 日本への入国を行ったものの、国外退去者数と比較して少数であり、日本におけるイラン人数は異攻撃的に減少した。在日イラン人の大部分は首都圏に住む。後方の在日イラン人登録居住地の多くが関東地方であり、うち東京都に千0 3 1人、神奈川県に524人、埼玉県に477人、千葉県に426人、 茨城県に212人、群馬県に178人、栃木県に138人となっている。その他愛知県に187人、大阪府に169人が多くなっている。滞在資格別で見ると最も多いのが、永住者で2600人と大半を占める。その他、日本人の配偶者等311人、家族滞在224人、留学220人。 平住者195人と続く。他のムスリム諸国からの労働者と同じく、ほとんどの在日イラン人は中年層である。20歳代以下が6%、50歳代以上が3%であるのに対し、30歳代及び40歳代が76%である。圧倒的大多数が男性で、20代、30代の大部分は単身者で、日本渡航以前に、 海外旅行の経験を持たない。また既婚者であっても、一般的に渡航に家族を伴っていない。在日イラン人のほとんどは渡航以前には、イランの都市居住者で、テヘラン南部地区や東アーザルバーイジャーン州からのものが多い。言語ではペルシア語話者、チュルク語話者が代表的。教育水準については、日本へのイラン人渡航者は、他のムスリム集団、例えばバングラデシュ人と比較して低い。 帰国した120人の元在日イラン人を対象とした調査では、大学内市大学院教育経験者は2%以下で、73.1%が第3段階で教育終了であった。日本滞在中、平均月712ドルを送金している。雇用先は大部分が建設産業であった。しかしバブル崩壊後、 建設関連の雇用機会は減少し、駅周辺での無店舗小売に転じた。携帯電話が普及する以前、日本人が作った違法テレホンカードを売却する。犯罪者が増え、イラン人は不法入国者で非合法な活動による利益で生活していると認識されるようになった。イラン人コミュニティの集う拠点として、最初に利用されたのは公園である。代表的なものに、 上野公園と代々木公園があった。公園では在日イラン人が輸入イラン製品を小さな屋台で売り、新規渡航者に仕事を斡旋する日本人、イラン人ブローカーに接触することもできた。しかし周辺住民の不満と公園における違法テレホンカード販売などに対するメディアの否定的報道は公園での警察の介入を招くことになった。 また入国管理局も不法残留者の検挙。取り締まりを定期的に公園で実施するようになる。この結果イラン人自身が公園を避けるようになった。また彼らは定期的に公園に集まるイラン人と同定されることを嫌った。こうして在日イラン人コミュニティにおける公園の重要性は失われることになったのである。他にコミュニティ空間としての利用がモスクである。イラン本国同様。 在日イラン人の大部分はシーアハムスリムである。日本への渡航が始まった当初にはモスクを設立することが間に合わず、東京のイラン大使館の礼拝所を用いていた。東京都中央区日本橋小ンマ町にもモスクが設置されている。管理委員会はイラン人が多いが他国籍人も参画している。モスクはヒースラーム的休日、特にノールーズなどでもコミュニティの集う場所として、 用いられている。シーア派の日本人聖職者が婚姻、離婚手続きを取り行う組織もある。在留期間の経過、在留期間更新の不許可及び不法滞在の摘発により、日本に残留していたイラン人の多くはイランへ帰国した。最盛期には4万人以上を数えた在日イラン人も、主に日本国民と結婚したもの。 および雇用主が在留資格の取得を支援した国少数が日本に残り、ほとんどが合法的滞在者のみとなった。1992年には、イラン人不法滞在者数は、累積的出入国記録に基づく調査で、推定32,994人、日本における不法滞在者で最大の割合を占めた。しかしその後の不法滞在者取締りの積極化により、 2000年には5821人と82%以上の減少を見せ、2013年に4000人を切るなど、イラン人コミュニティの規模は10分の1程度までに縮小した。彼らの対日年数は平均4年。この間の本国送金は33680ドルであった。大部分の場合、この資金によりイランで自宅を購入したり、あるいは事業を起こしている。 海外での労働賃金は社会流動性にかなりの影響を与えている。120人の帰国者を対象とした調査では57%が事業資金として賃金を用いて自営業者となっているが、渡航前は農民あるいは非熟練労働者であった。便宜的にイラン系日本人も含むありがとうございます。